プレイステーション4がナックを生み出したと言っても過言ではないと思います。ナックは体につけたパーツの数で大きさがシームレスに変化します。サイズの小さいナックで敵の攻撃を必死でかわしたかと思うと、いつの間にか大きくなって同じ敵を圧倒していたりと、まあ常にゲームプレイが変化してるので遊んでいて飽きが来ないです。パーツの数また種類によっても遊び方いろいろ変化していきます。ただ遊び方が変わるとはいえ、そのパーツの切り替えだったり、装備で複雑な操作っていうのは一切必要ありません。氷なら溶ける、木なら燃えるみたいに身につけたパーツ自身が遊びに直結しているのです。まあ、非常にシンプルな操作なので、ノスタルジックな雰囲気を楽しんでいただけると思いますが、まあ、それ以上に今日のゲーマーを夢中にさせる新しい要素も十分に備えたアクションゲームになってます。わかりやすく言うと、クラッシュバンディクを初めてプレイした時のような感覚を呼び起こしたかったのです。ストーリーもそうですし、ムービー、あとグラフィック、ゲームプレイ、あと、BGM に関してもですね、とにかくマークさんのこだわりがもう至る所に詰め込まれてるん でそれを我々ジャパンスタジオのスタッフが刺激を受けて、普段持てる能力の 120% ぐらい引き出されて、より良いタイトルに今回なったのかなと思ってます。60個から5000個まで体につけたパーツをダイナミックに使ったスーパームーブは、見てるだけで気持ちがいいです。それとゲームオーバーになった時に全身のパーツが飛び散るのですが、これが儚くて何とも言えません。個人的に僕はそれが大好きなので、できればその飛び散るシーンをみんながいっぱい動画で、シェアできるのなんかちょっと面白いかなって思ってます。 So the PlayStation 4 is always recording the gameplay. So if you hit the share button, you can scan back through the last few minutes of gameplay, choose some exciting moment and upload it with just a few button presses. You can also upload screenshots in the same way. So there's really two types of target users for Knack. One is people who enjoyed playing Crash Bandicoot or Jak and Daxter back in the day and are looking for that kind of challenge again. And those games were very difficult. So when you play Knack on a hard difficulty setting, it is a tough game. The other target is beginner users or light users. I've noticed that the world's changing. A lot of people, a lot of children play tablet games or smartphone games, and they're not really used to using 16 buttons on a DualShock controller. So on easy, this is intended to be somebody's first game. 通常の 1.5 倍のサイズの DualShock 3をですね、3D プリンターで作ったんですよ。で、それなんで作ったかっていうと、大体年でいうと7歳ぐらいのお子さんがデュアルショック3を持った感覚を知ることによって、ナックの、キャラクターアクションだったりだとか、あとボタンのレイアウトみたいなところにかなり大きく影響を与えることができたんじゃないかなと。そういうことも実は、いろいろやってましたね。はい、ゲーマーの教習に訴えかけるだけでなく、プレイステーション4でしか味わえない体験もしっかりお届けできると思います。このインタビューをきっかけに、ナックっていう未知なる可能性を秘めたキャラクターの魅力をですね、少しでも、少しずつ発売までの間皆さんに情報提供していければと思っていますので、どうか楽しみに待っていただければと思います。はい。